トッテナムアーチーグレイ獲得のコーやっと来ましたね。やっとスパーズの移籍の噂ができますね。もう内藤さんのマンチェスター・ユナイテッドを語るチャンネルにほぼなったの、はい、オフシーズンは。はい、まあ、ただただメディアにユナイテッドが遊ばれてるだけという説もありましたけど。いやいや、そんなことはないですけど。まあ、単純にね、スパーズがあまり移籍の噂が出てなかった中で、はい、アーチー・グレイというリーズの選手が、まあ、いよいよ本格的に、獲得じゃないかと。いうことでございますね、まあ、相当映像とか、ね、記事とか見た感じいい選手っぽいんで、うん、まあ、詳しくこの後喋っていきたいなと思っております、はい、ということでお付き合いよろしくお願いします。はい、では、プロフィールの方見ていきましょう。はい、アーチー・グレイ選手、はい、2006年3月生まれ18歳。もう若手好きのね、やっぱりね、サッカーファンからしたらまあちょっと待機というかね、期待できますよね。2006年生まれ、ドイツワールドカップでギリ生まれてたぐらいですね。そうか、僕がちょうど欧州サッカー見始めた頃です。わー、俺な、NSC 卒業してマックポーク80円を2個食い続けてるんですね。飢えを耐えてバイトに向かうという生活をした時に生まれたと。マクドナルド安くてあの時代も良かったですね。あの時代も今もいいんですけどね、はい、助けられて話脱線すんで、ね、アーチーグレイの話を言ってるんですよ。いやでも、うん、だからその18歳なってるんですよ。もうだから実質17歳の時点で、うん、チャンピオンシップで主力になり、うん、44試合出場した昨季、うん、で、まあ、これが一番すごさ分かりやすいと思うんですけど、はい、これ、まあ、昨季のチャンピオンシップの選手の市場価値ランキングなんですけど、うん、まあ、大概20段中盤ぐらいの選手が、まあ、名を連ねている中、うん、一番は、まあ、レスターのね、まあ、デューズバリーホールが名を連ねて、うん、チェルシーに行くんじゃないかみたいな話も出てますけど、うん、ここの、まあ、そうそうとるメンバーの中に一人18歳のグレイ君が9位にランクインします。すごいですねこれはね。まあ、だから、まあ、それぐらい、うん、やっぱもう、まあ、言ってチャンピオンシップとか言ってるんですけど、まあ、うん、ノリッチとか、まあね、リーズとかサウサンプトン、レスターとか、うん、まあ、そのずっとプレミアにいたクラブの選手がわーって並んでるんで、うん、割とこうね、その長くプレミア見てる人やったら見たことあるような名前をね、つらつらと並んでると思うんですけど、はい、言ったらエンリディより上です。いや、まあ、年齢とかもね、もちろんあるでしょうけど、まあ、それぐらいこう待機と思われてるって、うん、期待されてるってことですもんね。はい、まあ、そんな選手で、うん、チャンピオンシップ44試合出場、まあ、もっと言うと、まあ、プレミアリーグ2、まあ、ちょっと下部の試合やったらもうちょっと前から、うん、まあ、21、22ぐらいから結構出てますよっていうところで、はい、この44試合がまあ、基本的には中盤の選手ではあるんですけど、うん、あの右サイドバックとか、はい、ディフェンダーでも昨季は結構出番を得たよという感じで、うん、まあ、身長が高くて、うんうん、まあ、球際もしっかりいけるか、まあ、その後ろやったら比較的いくつか任せられるよという感じなんですけど、うん、まあ、どうですかプレーの印象、うん、津田さん。まあでもほんまなんかライスみたいなね、それこそ2人で話してましたけど、確かにアーセナルのデクラン・ライスみたいななんかこうプレースタイルというか、で、まあ、逆に中盤の時はクロスロールと言われるようなこう最終ラインの、うん、まあ、どちら側かにこう降りてビルドアップに加担したりとか、なんかタッパもあるし、そのフィジカルももう18歳とは思えないぐらい完成されてるというか、うん、遠目で見たらほんまハバーツみたいなね、うん、こんなにアーセナルの選手例えていいのかという説はありますけど、スパーズでなんか今ちょっと近い選手、スキップもちょっとキャラクター違う感じ、うん、スキップの方がなんかもうちょっとこうボックスに飛び込んでいく感じしましたけど、そうですね、グレイはどっちかというと低い位置で作る方が好きなんやろうな、うん、でサイドバックとして出るときは、うん、まあ、そのちょっと高めの位置でボール引き取って、うん、結構自分で運べる感じしましたよね。そうですね、なんか、うん、焦ってないというか、なんか変な表現ですけど、うん、18歳でこうガッツ系でガーとかっていうよりはなんかほんまもう達観してるような、簡単にはたくとこはたくし、でワンステップで長いボールも蹴れるし、なんか穴という穴が、まあ、その全試合フルシーズンで見てないんでね、もちろん分かんないですけど、うん、そんなにこう見つからん、まあ、この値段がつく理由が分かるなっていう感じですかね。まあ、なんかその低い位置に降りる選手特有のやつで言うと、うん、多分まだその相手のフォワードのラインとミッドフィルダーの間で受けるのが得意じゃないから落ちてもってるなのか、はいはいはい、戦術で落ちろって言われてるのか、ちょっとそこの判別がつかないんですけど、うん、まあ、結構運び癖があるところからも、ね、うん、もう360度めっちゃ視野が広いっていうよりかは、うん、身体能力がベースにあって今視野を広げてる最中っていう、うん、
印象はちょっと僕は受けたかもです。スタッツで言うと、まあ、そのサイドバックとして見るか、うん、まあ、中盤として見るかで変わってくるんですけど、まあ、一旦中盤として見るなら、まあ、キャリーが多い、うん、で運べるみたいなところがすごく、うん、スタッツが高い感じですかね。サイドバックとして見るなら、まあ、パス成功率が高い、まあ、でもどっちもサイドバックとしてもテイクオン、まあ、抜けるよっていうところ、ドリブルで、うん、のスタッツは高いのと、うん、あとタックルが多いですね。1試合 2.3 回あって、これはサイドバックとしても中盤として見ても、うん、まあ、かなり高い方の数字になっているので、うん、まあライスまあそうですね、まあ、ライスもともと後ろやってましたよね。そうですね、あのウェスタンム時代、まあ、多くはないですけど、それこそ1回センターバックやってる試合僕は見たことあるんで、うん、まあまあ、でも、まあ、もよりその結構上背もあるし、結構タッパもあるんですけど、なんかもうちょっとがっしりしていきそうな気はするんですよ、ね、なんか雰囲気、まあ、また18ですからね、しかも成り立ての18歳なんで、いやーすごいわ。あ、これは何やろうな、そのどう使うんですか、なんかいきなりスタメンかって言われると、まあ、そこまでではそれはないかなって感じですね、正直。まあ、右サイドバックで出るならポロと戦うっていうか、うん、ライバル争いやったら、まあ、まあちょっとポロの方が、まあ、まだ今の現状では上かなっていう感じの印象ですし、中盤ならでもどうなんでしょうね、うん、なんかその仮説として思ったのは、そのポロ身長高くないんで、うん、なんかね、結構空中戦気になるときはグレーをサイドバックに入れるっていうのも考えたんですけど、うん、でも空中戦勝利のスタッツが低いんで、うん、そんなに得意ではないのかもな、空中戦とか思うと、うん、まあ、単純にポロの控えで、まあ、エベルソンが、ね、うん、出ていくって噂もあるんで、 そうですね、そこにそのままはめてもよし、うん、まあ、ちょっとビスマ不調そうやから、うん、まあ、ちょっとグレーやらしてみるみたいなのをちょっとありかな、ね、みたいな、やっぱ自分で運べっていうのは僕いいと思うんですよね、うん、あの結構ポセゴグルー低い位置で、はい、あの剥がすところ結構重要じゃないですか、サッカー的に、うん、逆に昨季の後半ビスマそこをちょっと調子落としてから、うん、ね、疑似カウンターあんまできなくなったみたいなのも多かったと思うんで、うん、まあ、前向いてから運ぶの感じなんで、剥がすっていうよりキャリーのドリブルの方が多いイメージですけど、なんかポセゴグルーそういうのなんかうまそうじゃないですか、そうです、ね、自信持ってターンしてごらんみたいな、はいはいはい、なんかそのね、その才能を解放させるところすごい得意そうなイメージがあるんで、うん、なんかグレーもビスマーロールいけんちゃうかなみたいなのは思いますね。そうですね、まあ、いずれにせよでも、まあ、即スタメンではないかなという感じはしますかね、うん、ビスマ、サール、あのベンタンクール、まあ、ホイビアが多分寝ていきそうな、なんかねちょっと雰囲気もあるんで、うん、まあ、もしかしたら彼が入ったら、まあ、誰かが抜けるとかはあるんかもしれないですよね。基本サブが規定路線やと思うし、それが妥当やと思うんですけど、僕、うん、スタメンに選ばれてもそんな驚きはしないかもしれないです、うんうん、なんかそれぐらい才能大きいんで、うん、そのシーズンでの成長も込みで、まあ、隣にさすがにちょっと、ね、守備で頑張れる選手を一旦置いときたい、怖いんで、うん、まあ、ビスマなんかな、サールなんかな、まだサールでいいか、まあ、低い位置、うん、グレーを置いて、まあ、ビスも逆に高めの位置使ってもいいかもしれないしね。なるほどね、まあ、昨シーズンの特にスパーズ、まあ、前半戦はすごく良かった、後半戦研究されて、うん、まあ、なかなかサイド一辺倒というかの攻撃やったので、うん、まあ、そこの戦術的なリカバリーというか、うん、新しい形としてなんかこういう若い選手の台頭とかは、まあ、もちろんね戦術を変えるとか幅を増やすは大事だと思うんですけど、うん、なんかちょっとね、うん、面白いそのクロース的ななんか最終ラインから一発裏ドーンとか、うん、なんかそんなんとか見れたら楽しみやなと思いますよね。なんか僕らが見たシーンではめっちゃロングフィード通してるとかなかったですけど、少なくともワンステップでパンって上のスペースに蹴ってるところは何個かあったんで、うん、多分蹴ろうと思えば蹴れるんやろうなっていう感じしましたよね、うん、なんか奥のスペース見てる感じもすごくしましたよね、うん、なんかもちろん近いところにつけたりもしますけど、遠くを見れる選手なのでなんか裏一発ポンとか、ミドルレンジのパス入れたりとか、うん、まあ、器の大気のでかさ、大気のでかさで変な日本か、まあ、器の大きさ、ポテンシャルの大きさを感じるので、まあ、楽しみですが、まあ、ちょっとブレントフォードの、移籍、ほぼ5位まで行ってたけど、そうですね、まあ、ちょっと彼自身が
保護にしたみたいなね、うん、ちょっと記事が出てるということで、メディカルまで受けてたらしいんですけど、うん、まあ、本人が心変わりしてスパーズに行きたいと、うん、でブレントフォードが3500万ユーロぐらい、あ、ポンドぐらいか、うん、まあ、だから日本円で言うと70億円ぐらいのオファーを出してたんですけど、うん、まあ、結局それもまあなしになっちゃったみたいな話なんで、うん、ちょっとねスパーズが結局いくら出すのかっていう報道がまだ全く出てないんで分かんないんですけど、うん、まあ、ブレントフォードがそれぐらい出してたっていう話なんで、うん、まあ、多分それに近いか、まあ、レビーのことなのにちょっとネギってもうちょい安くするなのか、まあね、ネギるにネギって恐らってる可能性ありますからねまあでもまあ本人が相当ね、そのスパーズにね、うん、行くっていうところに乗り気っぽいので、まあ、これは決まりそうな感じがしますね、うん、まあ、我々ねスパーズサポーからしたら楽しみですし、まあ、ちょっとブレントフォードサポーターの方からしたら、うん、なんやねんっていうね、そう思うやろうなっていうような感じですけど、なんか珍しいですね、なんかその、うん、こう心変わりそのしてなんか もっと分かりやすく、そのお金持ちのクラブ行くとかは分かるんですけど、なんかそのスパーズ好きとかなんですかね、なんかどうなんでしょうね、だからこれ詳しい人がいたら教えてほしいですね、うん、なんかポスゴグルのサッカーがアイポゼッションよりアイロングボールロングボールのブレントフォードよりかよりポゼッションよりのチームに行きたいとかやったんですかね、どうなんでしょうね、なんかそこを何が理由で心変わりしたのかまではちょっと書いてなかったんで、うん、まあでもスパーズがもうすでにグリーンライトをもう行くよと、取りに行くよってところは、まあ、まあね、本当に静かなこの移籍市場今のところのスパーズですけど、まあ、ずっとね、うん、アーチグレーの名前は挙がってたので、まあ、本当に欲しいんやろなクラブ的にっていうのは思いますし、うん、まあどうでしょうね、即戦力というわけではないというのが私の本音ではあるんで、うん、まあ、まあ1.5 番目ぐらいから、うん、まあ、2番目ぐらいの間ぐらいかな、1年目はっていう感じですかね、うん、まあね、昨季やっぱカップ戦すぐ終わったんで今季というか来シーズンはね、はい、カップ戦も続いていったらやっぱターンオーバーもあのサッカーは絶対必要と思うんで、うんうん、まあ、彼みたいな期待の若手はちょっと楽しみやなというふうに思いますかね、サイドバックと中盤2個できるんで、ね、使いやすそうやなっていう感じはしましたね、うん、まあ、どっちみちスパーズの場合サイドバックの場合も、まあ、偽サイドバックして中盤で動きするんで、うん、まあ、スパーズのサイドバックには向いてるやろうなっていう、うん、まあ、英国系ですし、まあ、ほんまにいい補強になったらいいなという感じですかね、うん、まあ、ちょっと決まってないんで、ね、あれですけど、うん、これが進むことをちょっと僕も面白そうなんだなとシンプルに思ったんで、うん、期待してみよう、まあ、現状で出てるやっとこの移籍期間中にできるスパーズの話です、ね、はい、あとはレビーが値切りすぎて鼻にならないことを祈るばかり、ありえんねんな、レビーの場合可能性はゼロじゃないんで、まあ、まあちょっと期待して皆さんも、はい、一度、はい、何かでプレーとか見れるなら見ていただきたいなという感じでございます、はい、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします、次回の動画でお会いしましょう、さよなら、バイバイ。